さて、今日はですね、この車はエスティマなんですけれど、それの、ステアリング交換をしたいと思います。なんでかというとね、まずこれね、この車10万キロ走ってるんですけど、ほら、ステアリングがね、こんな感じなんですよね。擦り切れちゃってる。特にね、手が触るところ、これ皮巻きじゃなくてね、ウレタンなんですけどね、手が触んないところはね、まだ綺麗なんですけれど、10万キロも走っちゃうとね、こんな風になっちゃいます。この頃は確かね、このウレタン巻きの、一見皮風に見えるんですけどね、これが流行ったんですよね。でも大体ね、こんな感じで擦り切れてるのが多いですね。あと、なんかね、このウレタンのやつってね、ペタペタしちゃうんですよね、手触りがね。で、これをね、ちょっとね、今日はね、交換したいと思います。その手順をね、皆さんと一緒にやっていきたいと思います。それでステアリング交換の場合ですね、まずね、ハンドルをね、このまっすぐして止めてください。それとね、あと広い場所で平らなところですね、そこでやった方がいいです。なんでかっていうのはね、また後で説明していきますけれど、とりあえずチャッチャッチャとやっていきましょう。それでね、ステアリング交換をする場合なんですけれど、まずね、このバッテリーのね、端子、マイナス端子を外します。なんでマイナスなのっていつも思うんですけどね、なんでかというとね、これプラス外しててね、このスパナっていうかね、メガネナットがどっか触るとね、バチッて火花が飛びます。だからちょっとそれを防止する意味でね、マイナス端子を外します。こんな感じでね、これ触っちゃわないように下にしておきましょうかね。これね、触っちゃうとね、ややこしいんですよね。交換中にね、エアバッグ開きますから。これでね、一応こっちがプラスです。赤い方がね、皆さんそんなのご存知だと思いますけどね、マイナス端子を外せばとりあえず、車の中の電気はもう流れなくなります。そしてね、だいたい10分くらいっていうことなん でタイマーをね、10分間でね、セットします。10分間ね、このまま放置しておきましょう。そうするとね、コンデンサーとかでね、蓄電してる場合があるんですけどもね、それをね、すべて放電してやるということです。そしたらね、次はね、このステアリング、ハンドルをね、横にあるんですけど、ここね、ここをね、このキャップというかね、蓋を取ります。これね、マイナス精密ドライバーでね、するとね、この中に、トルクスっていうんですけれど、この星型のね、ネジというかボルトがありますので、これを緩めていきます。車の場合は T の27っていうサイズなのかな。これでいいのかな。これをね、ここにこのように差し込んで、私の場合ね、こういうの使ってますけどね、これ結構便利なんですよね。いろんなサイズがあって、こういうふうに直角にするとね、力もかけられますんで、これでね、これを緩めていきます。外していきます。これね、左右ありますので、左にもね、同じのがありますので、これは外してやってください。緩めてやってください。外すというか緩めるんですね、これはね。反対側もね、この車の場合には同じようにここについてますね。これを外してやりましょう。また飛びましたね。これもね、やっぱり中にね、同じようにトルクスで止まってますので、見えるかな、これをね、やっぱり外してやりましょうか。でね、今両側左右のトルクスを外しました。そうするとね、これ真ん中エアバッグモジュールなんですけど、これがね、こういうふうにパカッて外れます。後ろの配線はね、こんな感じになってますね。多分ね、この一つのブルーのやつは、これはホーンだと思いますね。これホーン、これ外しましょうか。これどっちについてんだ。これホーンのやつだから、これ後で移植しなきゃいけないの。これはね、ホーンの青い
線は多分これ保温ですね。これどっちで外そうか、ステアリングにくっつけるのか、いやこれこっちで外しましょう。ステアリングまた使うんでね、これ今外しました。これでも保温になりません。逆にこれがアースするとね保温になるんですけど、今バッテリー切ってありますからなりません。でこっちがねエアバッグのモジュールで、これをね不用意に外すとねエアバッグ開きますよ。でまだね、あと 2分もありますけど、まあ大丈夫でしょうね。外れました。でこれでもエアバッグのモジュールが外れましたね。まあ爆発しなかったでしょ、ね、だからこれで OK ですね。まあ、これでエアバッグのモジュールが外れましたので、まあ、これ置いときましょう。さて次にね、このステアリングはあとはこれくっついてるだけ でこの配線がねこれまた使うんで、これは外しておかなきゃダメか。これはまたね使います。でこれでもね、この中にねここに、ボルトで締まってますんで、これを今ね外していきます。とりあえずねこのセンターの、ロックナットボルトじゃないな、ロックナット外します。これね19ミリなんですよね。19ミリ、これでかいな。19ミリとこっちか。私はいつもねこの十字レンチで外すんですよね、まあ、力がかけ、これ19ミリかな。19ミリどこだ、あこっちだ。これねこれ19ミリ、これ力かけやすいんで、でこれをね、センターのまずナットを外します。それでねこれを回すんですけど、まあここ押さえててね外れればいいんですけど、まあ大体ねダメなんですよ、これ押さえてても。だからこれ回っちゃうんですよね。じゃこのうちロックがかかります。ロックがかかって今外れましたね、ハンドルロックがかかっちゃうん でこれでこういう風にね回して、そうすると簡単に外れますね。でこれがセンターナットですね。これはもちろん使いますからね。これねセンターナットですね。であとはねこれねどうしようかな、一回元にセンターに戻していきましょうか。一回ロックがかかった場合はちょっと揺すってね、でこれもう一回ねほぼセンターに戻しておきます。あとはねこれねこう叩いてね、ちょっとこれがね最初なかなかずっとはまってるんでね、しばらく外れてこないんですよねこれね。ここがいつもね結構めんどくさい。あこれ外れましたよね、こうやって外れます。でこの時のね位置をよく覚えておいてください。これノッチって言うんですけど、このノッチの位置がずれるとねセンターが出しがめんどくさいんでね、でこれをこう外しますね。で配線はこれ残したまんまね外してください。そしたらあとはもうね簡単ですよね。これカプラーがついてきたのか、どっちでもいいけどね、これ外しちゃいましょうかね。これをカプラーは外しちゃってね、また使いますけど、それでこの線はねここ通さないと、でこれこう回ってってもこの位置に来るようにしてやってくださいね。もともとの位置がありますから。それでこれをこうこうね、これを通してやって、ね、これ上にさっき来ます。で大体ねスプラインって言うんですけど、これノッチスプラインが合ってればいいんですよ。どっちだろう、この位置か、難しいなこれ、この位置だな多分な。センターがずれるとね気色悪いんですよね。どっちだろうな、まあ いやとりあえずこの位置でやっていきましょうね、この位置で。でとりあえずねこれね一回ね、まあ、この位置で多分合ってると思う。あもし狂ってたらね、ノッチの位置が狂ってたらまた直しておく、多分この位置で合ってると思いますね。それでこっちがねエアバッグの配線で、これがホーンの配線なんですよね。でこれさっき通ってた位置に戻してやって、中でねこれ変にやっちゃうとハンドル回した時にねこれ絡まっちゃったりしたらブチッと切れるとかってそういうことがあるんで、まあ、そういうことがないようにねこの配線を
ちゃんとこれは配線の、ね、収納がありますから、配線のね、収納のところに配線のこれね、ちゃんとこういう当たるところにね、これこういうふうに補強がしてありますね。ここにね、ちゃんと差し込んでやってください。これね、きちんとこうね、配線がね、こういうふうにガイドがついてますから、ここにきちんと入れてやってね、でこういうふうにやってください。これでもうね、配線は OK ですね。一応これもう止めちゃうんで、センターのナットをね、締めます。はい、で、もしたらまたね、これね、19mm、19mm、これか、これでね、あとはこれノッチの位置が合ってれば、別にこれハンドルずれても平気なんで、これはちゃんと締めましょうね。今こうロックがかかりましたね。これね、走行中にステアリング取れたなんて言ったらね、ミスター B になっちゃいますから。ここは一つしっかり締めてください。あんまりね、バカみたいに、まあでも締めちゃいけないんですけど、まあとりあえずね、しっかり締めましょう。これ規定トルクが多分、規定トルクがあると思うんですけど、まあその辺はね、アバウトでいいと思いますよ。それでまたちょっとこれね、横向いちゃったんで、一回ねセンターに戻しましょう。センターに戻しましたね。そしたらこのね、エアバッグのモジュールとね、まずホームをつなぎます。これも取れないように。それからエアバッグのモジュールですね、これを元の位置に、これをね、元の位置にこう差し込んで、カチッと音がするまで、カチッって今音がしましたね。これでも OK です。そしたらエアバッグを取り付けて、左右のね、あのトルクスを、まあ、これもね、緩まないように、まあ、締めてやって、まああんまりバカみたいにね、これもね締める必要はないですけれど、まあ、一応ねちゃんと締めましょう。安定感もこうやって、まああんまりバカみたいに締めないでいいですから、あと舐めないようにね、ただしあんまりね、このグラグラさせて舐めないようにしてくださいね。 OK です。そしたらさっきね、外したこのキャップね、これを左右つけてやります。これで終わりですね。どうでしょう、なんか見た目よくありませんね。だけどここで終わりじゃなくて、まだ大事な作業が残ってますね。今通電してませんから、さっき外したね、バッテリーのターミナルを元に戻してやります。ちゃんと緩まないようにね、緩まないように締めてくださいね。ここが緩むと大変ですのでね、
で、これを元通り締めてやります。で、まあ、マイナスを外すってのはこれがこうやってボディに触った時にプラスでやるとねバシッと火花が飛びます。マイナスだとね触ってもね別に火花は飛ばないんですね。これアースしてるだけなんで、まあ、アースって分かりますよね。設置してるっていうことなんですけどね。でこれをこういうふうに、これをねこういうふうに締めてちゃんと固く締めましょうね。これも走ってる時走行中にね外れたりしたらシャレになりませんから。ただあんまりバカみたいにね締める必要はないですよ。まあこんな感じ以上で、とりあえず終わりですね。で一応ね終わったらここでねエンジンかけてみましょうか。これイグニッションオンにするとねエアバッグの警告灯が一回一応ついてますね。でもこれ消えましたね。これで OK です。それでエンジンをかけます。はい、これで警告灯もね警告灯もね全部消えました。それでステアリングもこのねバッチリステアリングからねこのウッドのステアリングでねこの内装とこう同じなんかねまあちょっとこんな古い10万キロを走った車でもねちょっと気分的にはね手が触れて一番目につくとこですからね。でこれ一応ねセンターですね、これを確認するためです。一応ねハンドルをセンターにしてまっすぐこうやってね進んでみてください。これがね左右にこう寄ってるとノッチがずれてると気持ち悪いんですね運転してて。それでねちょっと広いところに来ました。これでねちゃんとセンターが出てるかどうか一応確認してください。でこれでセンターが合ってればこれで終わりです。以上、今回はねこの車エスティマですけどね STMRACR30 系ですね、これのねステアリング交換をやってみました。まあ、手順はね他の車でも同じです。ただし最近の新しいやつはねここにリモコンがついてステアリングリモコンがついてたりしますので中にステアリングリモコンの配線のカプラーとかがある場合があります。あと最初にも言ったんですけれどバッテリーがね今複数積んでる車がありますのでこのエアバッグモジュールに給電してるバッテリーはどこかよく確認してください。エンジンルームのバッテリーだけ外してもですね椅子の下にですね、もう一個バッテリーを今積んでる車とかねアイドリングストップ車とかハイブリッド車の場合にはそういったことがまあまあありますのでその辺はよくねメーカーとか、まあ、ディーラーで聞いて、まあ、ステアリング交換したいんですけれどということで、まあ、教えてもらえればいいですけどねそこをよく確認してあとネット等でね検索してやってみてください。まあ、とにかくこのステアリング交換の場合の肝はですね、バッテリーを外さないとさっきみたいな作業バッテリーを外してね10分くらい置かない、まあ、10分ってこともないんですけど、まあ、一応コンデンサーにね、溜まってる電力を放電しなきゃいけないんでそれしないでねさっきみたいな作業やるとこれが開いちゃいます。エアバッグが、ね、破裂しますんでとってもややこしいことになりますのでそこだけね皆さんお気をつけください。あと新しい車だとバッテリーのマイナス端子を外す前にもイグニッションをオフにして10分とか30分置かなきゃいけない車もあります。外車とかでねイグニッションをオフにしてもね10分くらいはね電気を流している場合があるんですよね。そういう場合もありますのでちょっとその辺はよくお調べになってください。まあ、この車はね古いし構造も単純なのでさっき言ったような手順でやればステアリング交換はね簡単にできます。まあ以上今日はね、ステアリング交換の手順について一般的な手順ですけどねまあ割とかかった時間はね20分もかかんなかったですね。まあ放電の時間がありますのでまあ、大体こんなの10分くらいでちゃっちゃっちゃといつもやってる作業ですけどね。まあ皆さんご参考になってください。何か質問等がありましたらコメント欄でお待ちしております。それでは皆さんチャオ。 あとね言い忘れたんですけれどバッテリーを外すと当然ですねオーディオとか、まあ、今はね予備電源取ってる場合もあるんですけれどナビゲーションとかそういったもののメモリーはね初期化されます。だから時計もねこれ実はまた1時になっちゃいましたけどそこのところをね皆さんお気をつけください。バッテリーを外しちゃいますと車にメモリーされてる記憶ですねメモリーが消えちゃいますので
まあ、オーディオだとね、またね、ラジオ局とか、ナビとか、そういう設定をですね、し直さなきゃいけない場合があります。そういった場合にはちょっとバックアップを取る。まあ、最近そういった器具も出てますので、そういったことの対策、それが嫌な方はね、もちろん最初から設定すればいいんですけど、そこが一点注意点です。メモリが飛んじゃいますので、まあでも最初からね、もう一回入れ直して、もういいと思いますけどね。どってことないですよ。これも時間もね、合わしちゃえばいいんで、別に、どってことはありませんけれど。まあ、その注意点だけ、ありますので、お気をつけください。それでは。